とうとうお前にこのバンドの真実を伝える時が来たようだな。お前はバンドのみんなにこういうのが最新のポップスの流行なのだと教えられていたらしいが、今まで触れていた曲が全部アニソンだということに気がつかなかった。知らない間にバンドのみんなに洗脳されていたんだよ。